ただいま4時を過ぎたところであります。本日はとても暑い日だったようであります。うちの KT 温泉50度も超えてたようであります。とても暑い日だったんですね、今日はね。まず気温を見てみましょう。現在の気温27度ぐらいかな。水温 27.8 度。手を入れてみるとあったかい感じがしますね。こちらもあったかい感じ。水が流れていない。ちょっと調べてみましょう。とっても汚れておりました。本当はね、新しいのに交換したいんだけど、とりあえず掃除するだけでなんとかなればいいかな。うまいこと動いてくれ。さあつけてみたいと思います。フィルターを掃除して、こちらテンションを少しかけ直して、こちらはこれだけ。そしてこちらはこのように流れております。みんな元気に育ってね。昨日ね、こっちのホース掃除したので、こちらに全部流れてたようであります。よってここに少しテンションを加えてみました。そしたら流れるようになりました。よかったよかった。今日はこの水槽少しリセットしてみようかね。昨日入れ替えた子、こちらも元気に泳いでおります。これだけ大きくなれば越冬も問題ないでしょう。そろそろこの3色いいかなと思ってた子、もっともっと選別してあげたいですね。こちらも3色のいい子いますね。越冬できないと思われるような小さい子はいません。こちらまだ卵取りが入っております。もうとうの昔に全部生まれたのにね。撤去していきます。そんな意味ではこちらにもタマコトリーナまだ入っております。こっちの子ももう大きくなりましたね。こちらも撤去していきます。ここの水槽また水が少ないのでダイレクトに入れていきます。家に入れた方がいいな。
葉も良くないしね。去年は今頃柿の葉っぱをいっぱい入れましたが、結構大変だったので、今年はそのようなことはしないで冬を迎えたいと思います。なんかここの子ちょっと数が少なくなったような気がしますね。そこのゴミまた捨ててあげましょう。先日このクリーナーポンプ買ってきたんですが、ここのフィルターどっかへなくっちゃいました。それでまた新しく買ってきました。小さな吸い込み口で小型水槽に最適。これを封切ってゴミをすこうと思いますね。それではゴミを吸っていきたいと思います。よいしょ。私今まで生きてきて多くの方よりもかなりいろいろな経験をして生きてきたと思っております。やりたいことも好きなようにやってまいりました。これで私がやりたいことは全て終わったと思っておりましたが、一つだけ比較的多くの方がやっているようですが、私にやってないことが一つだけありました。死ぬ前にね、お迎えが来る前に経験してみたいなという気もありますがね。あ、もう詰まったようですね。最近の若い方は平気でそんなことをするようですが、私の世代ではなかなかそのようなことはできない世代であります。今まで好きなことをして生きてきた。もう少し生きてみたい気もしますがね。ちょっと最近は悲しいことが多くて落ち込んでおります。そうこうしてるうちにこの水槽もきれいになりましたね。今日こちらリセットしようかなと思いましたが、もうやはり体がきつい。
そろそろ私もお迎えが近くなったのかな。こんなことではダメですけどね。それでは本日はこれにて終了といたします。皆さんおやすみなさーい。